虚無回廊は小松左京の長編 SF 小説、未完。小松左京は1970年代に入ると SF の執筆よりも社会評論の執筆比重が高まっていった。この時期に執筆された SF 作品は短編集ゴルディアスの結び目のように純文学や思考実験を意識した入り組んだ作風になっていた。1970年代後半からは日本で 本格的な SF 映画を作るという動きにも、精力的に活躍し、さよならジュピターを残し、次世代の SF 作家に大きな影響を残している。また、1980年代になって、首都小室を連載し、日本 SF 大賞を受賞するなど、日本 SF 史に重要な実績を残している。しかしながら、この時期には、初期の小松作品を特徴づける壮大で自弁的な、 世界観を持つ SF 作品は生み出されなかった。虚無回廊は、こういったブランクを超えた、小松的な反対望の最後となる長編小説であった。作中に登場する、遠藤秀夫と彼が作った人工実存の関係は、父と子になぞらえられており、東博まひは HE が人間実在の略の意味も含まれるのではないかと推測し、子が父を捨て、 故郷には戻らないと宣言する物語としている。また、小松の果てしなき流れの果てに、との類似性を指摘し、反復であり、乗り越えであると推測している。瀬名秀明は、本作の二大テーマを、一般自然言語は存在するか、宇宙の向こう側はどうなっているのかであるとし、この二大テーマを、ギリギリまで書き切ったと評している。また、 セナは、虚無回廊を元にして、短編、ミシェルを執筆している。セナは、ミシェルで、宇宙論の部分を書かずにいたが、高島裕也の短編、ランドスケープと夏の定理を、その部分を埋めてもらった気分と評し、ランドスケープと夏の定理が執筆された2014年を、虚無回廊が完結した年だと評している。謎の超巨大宇宙構造物、SS を舞台に、 探査のため人類が送り込んだ人工知性が多くの異性知性体と開講し、共に SS の謎と真理を追求する姿を描く。代表作、果てしなき流れの果てにの流れを組みつつ、宇宙、生命、知性、文明、進化、愛と多くのテーマを内包した小松 SF の総決算というべき大作である。地球から5.8光年の距離に突如出現した。 長さ2光年、直径1.2光年という驚異的スケールの円筒形の物体 SS。しばしば消滅したり高速度以上の速度で移動している SS は人工物だと予想され、人類は探査機を送り込むことを計画する。直接人間が赴くには距離、時間的に困難であり、一方で知的生命の存在が示唆されたことから、従来の無人探査機では、 能力不足とされた SS 探査任務の担い手として選ばれたのは若き天才人工知能開発者遠藤秀夫が AI を超えるものとして開発していた人工実存だった。10年の歳月をかけて遠藤自身の分身として完成された AE-HE2 はついに SS への探査業に出発する。しかし30年以上をかけて ss 金傍に達したところで疑似体験システムで繋がっていた遠藤の突然の死を知った HE2 は義務遂行契約の破棄を宣言、地球との連絡を断つ。ss に到達した HE2 はそこでタリア6や老人をはじめ同様に ss の謎に惹かれて集まっていた多くの異性地生態と遭遇する。彼らはあるものは激しく対立し、あるものは 種族の壁を越えて協力しながら SS という驚異的な存在の謎を探求していく VP ありがとうございます。